正義の瀬は、阿川沢子による小説及び小説のシリーズである。2011年4月号から10月号に小説野生時代に連載され、過筆、修正の後2013年2月28日に角川書店から単行本が刊行された。阿川が偶然ゴルフで女性賢治と出会ったことが本作の題材のきっかけになった。 2013年3月25日に続編となる、正義の背にと正義の瀬3が2015年7月2日に、負けるもんか正義の背」が発売された後に、それぞれ角川文庫版が発売された。2018年4月期に日本テレビ系において、テレビドラマ化された。東京下町の豆腐屋の娘、竹村林林氏は、小学校5年生の時の出来事がきっかけで検事に、 なった。新任検事事例交付式で知り合った笹原純子と芝口智美という友人もできた。3ヶ月間の研修の後、埼玉地検で交通死亡事故を担当したり、水戸地検に2年勤めた後の4年目には、神奈川県横浜市の横浜地検で初めての暴力団事件や連続合関事件を担当するなど奮闘する。その後、東京地検に一年、 6年目には、神戸県天賀崎支部に、筆頭検事として赴任する。大学時代からの恋人との別れや、好きでもない同期の検事から言い寄られたり、友人のスキャンダルや仕事の失敗、妹の縁談や、友人の裏切りなど様々な出来事を経て成長する。2018年4月11日から6月13日まで、毎週水曜日22時から23時に、 日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送された。主演は吉高由里子。2020年7月23日からは毎週木曜8時に BS 日テレで再放送されている。横浜地検高南支部林ンリ市の家族その他ゲスト第1話、第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話。ありがとうございます。